三好清行は、平安時代前期の苦行、漢学者。淡路守、三好敷地の三男。下には、十四以上、三義、造成二位。正義感にあふれた、形成化で権威に屈せず、そのために官位が停滞したと言われている。古世文雄に指示。大学寮に入って、記伝道を治め、上岸十五年文章制。翌年には、文章特要制を経て、 幼生町の元行5年対策を受験するが不大となる。この時の門藤博士が菅原道真で、後にことあるごとに道真と対立することになる。また木はせを東大大の文章博士との激しい論争でも知られる。翌元行7年改め版により、定大で九大し、元行8年大学賞庁に任官する。任者二年省内期に任ぜられると、任者三年中5位した。 大内期に助任され、高校朝から第五朝前期にかけて内期を務める。任内四年の阿行事件に際しては、藤原佑よ、木長尾と共に所見を述べ、立花の広司賞の説を知りけた。官票五年美中助となり、地方官を務めるが、ここで地方社会の実情を知り、政治の生きた理念を学んだ。招待三年文章博士に任ぜられる。この頃、 歌天皇の長を受けるも左大臣、藤原と紀平と対立し、朝廷内で孤立を深めつつ、あった右大臣、菅原道真に対し、清行は書簡を呈して、引退を勧告したが、道真は、長年の確執からこれを退けてしまう。ただし、書簡を受け取る前道真は、すでに幾度も、学業に宣言したいので政治家を引退したい、と歌天皇に上心していたが、 ことごとく却下されている。やがて清雪の器具は当たり、正体四年、正体の変が発生し、道真は打罪院外卒に左遷されてしまった。なおこの時、清雪は時平に対して、道真の関係者すべてを連座の対象とすると、道真の祖父、清忠以来の門人がすべて処罰の対象となり、朝廷が機能停止に陥ることを指摘し、 処分を道真の親族と歌上皇の側近のみに止めたことや、清雪が道真の着難、高見の失脚で公認の大学頭についたことから、清雪の政変への関与も指摘されている。演技三年式部所有お金三色検体の栄誉に、よくす。音量天文に明るく、正待4年は、新意説による、新友革命の年に当たると指摘し、演技への改善を提唱して、 革命関門、親友会言の端緒を開く。その後も、演技4年14にした、演技5年式部兼、大輔、演技14年式部、大輔、演技15年14以上と文人として、昇進を続ける。この間、演技5年より、藤原時平らと共に、演技格式の編纂に参加したほか、演技十四年朝廷の求めに応じて、意見封じ十二ヶ条を上奏し、 備中助としての経験を踏まえて、崩れつつある律令制の実態を述べ、主に地方政治と、官人、学生処遇の改善を求めたが、もはや朝廷に、国政改革の意思はなく、意見の大部分は採用されなかった。演技17年参議権区内協に任ぜられて苦行に、列した。演技18年12月7日即挙去年72。最終官位は、 三議区内教授4以上、主張にエンチンを正殿、藤原康則伝、意見封じ12課条など、監視文に優れる、機弾を集めた全科引きがある、中期のない者は、苦業部人による、ありがとうございます。